ラチェットクランクラチェットクランクにガガガ。銀河のコマンドオッス。ラチェットクランクにガガガ。銀河のコマンドオッスはソニーコンピュータエンターテインメントより2003年12月11日に発売されたプレイステーションに用アクションゲーム。ラチェットクランクシリーズの第2作目。今作では新システムとして 武器のアップグレードシステムなどといったものが追加された。スペシャルメニューが最初から見られるようになっている。また、設定上の武器メーカーが、ガラクトロンから、メガコープに変わっている。これは、一作目と違う銀河が舞台で、今作の舞台である、ガガガ銀河では、ガラクトロンが、メガコープとの競争に負けて撤退してしまったためと、ゲーム上で説明されている。 一作目に加えて、マキシゲームと呼ばれる要素が追加された。これは、ミッション以外にもクリアできる要素というもので、ホバーバイクレースなどがある。一回クリアすると挑戦できる、チャレンジモードでは、ショートカットという機能が登場し、メニュー画面から選択するだけで、マキシゲームを遊べるようになる。BBB を打ちまかし、銀河に平和を取り戻したらチェットとクランク。 その当時は銀河を救ったヒーローとして一躍有名になった二人だったが時が経つにつれて彼らの活躍は忘れられついにはあのヒーローは今に出演するほどの人気となってしまっていたそんな時あのヒーローは今の放送を見たガガガ銀河のメガコープ社の会長フィジージェットはラチェットとクランクをメガコープの巨大船の中へワープさせてしまう 突然の状況に困惑するラチェットだったが、フィジージェットはラチェットをメガコープ社のコマンドとして雇いたいのだという。こうして、ラチェットの新たな銀河系ガガガ銀河での冒険が始まった。今回は前作とは全く異なる銀河系ガガガ銀河が舞台となっている。各惑星はプラネットと表記されることもある。ありがとうございます。